18日以降、石狩振興局以外の地域につきましては分散登校のサイクルを上げて内容を充実させ再開にできるだけ近い状況に移行していただきたいと同教委は来週からの分散登校では児童や生徒の健康確認だけでなく授業の再開も行うよう通知しました。 対象は石狩管内を除く公立の小・中・高校などで、特に小学1年生と6年生、中学3年生、高校3年生の授業は優先的に行うよう配慮を求めています。また、登校しない日は家庭でのオンライン学習を呼びかけていて、環境が整わない家庭には学校からのパソコン貸し出しなど対応を促したいとしています。